Jesus is alive. イエス様よみがえられました。生きておられる方です。The grave is empty. お墓は空っぽでした。And he appeared to his disciples. そして弟子たちに現れました。They touched his hands. そして弟子たちはイエス様の手に触れて、そして歩まれたのです。一緒に食べましたね。食事もされましたね。In his glorious body. その栄光の復活の体において食事もしたのです。Father, thank you for this morning. Thank you for the message. 主なる神様、今朝のメッセージ、この朝も感謝いたします。Thank you for your word that is alive. あなたの御言葉は生きておられます。Because Jesus is alive. なぜならイエス様は蘇られ生きておられるからです。Thank you for alive and living. あなたの御言葉は生きて、そして、働いておられます。Hallelujah. Hallelujah. Now, you know that Jesus went to get 70?イエス様ゲッセメネの園に行かれましたね。But before he went to Gethsemane, John and James' mother came running to him. しかしですね、ゲッセメネに行く前にですね、こういう出来事がありました。ヨハネとヤコブのお母さんがですね、わざわざイエス様のところに訪問してきたのです。And she had a request.その時に、このお母さんは、あるリクエストをイエス様に伝えたのです。Let my son sit at your right hand.One son on your right hand in your kingdom, and one son on your left hand in the kingdom. あなたの御国に着くときには、私の息子たち、息子の一人があなたの右側に、もう一人があなたの左側に座れるようにしてあげてくださいと頼んだのです。すごいママね。すごいですね。Very prominent place in the kingdom. その御国、神の御国において。すごい地位にね、自分の息子たちを置きたかったんですね。But Jesus said, I cannot tell you this is prepared by my father. My father decided and prepared these things. しかし、イエス様はこのように言われたのです。それは私には、それを、ね、決めることはできない。父なる神様は備えられた人たちがいるのだ。But Jesus said, Do you know what you're asking? でも、その前にですね、イエス様、あなたは何を尋ねているか自分で分かってますかと聞いたんです。Can you drink the cup that I'm gonna drink? 私が飲もうとしている杯をあなたは飲むことができるのかと聞かれたのです。And they said, yes, we can. そうです。この弟子たちは、はい、できますと答えたんですね。But then we go to Gethsemane. しかし、ゲッセメネに着きました。And we found that Jesus asked them, please.Stay awake with me. Please pray with me. そしてイエス様は弟子たちにですね、あなた方も共に祈っていなさいと言ったのですが、彼らは祈ることができない。3回もですね、イエス様は戻ってきたんで、行ったり来たりしたんですが、その3回ともですね、弟子たちは眠りこけていたんです。 His heart was very heavy and grieved and sorrowful.イエス様は悲しみと苦しみでもだえていました。イエス様はこのゲッセメネにおいてですね、祈られていた時に、なんとこの流す汗でさえも、血が滲んでいたとあるのです。And he was crying and said, God, if this cup can pass me, but not my will, your will be done.父なる神様、どうぞこの杯をできるならば取り除いてください。しかし、私の願いではなく、あなたの御心にしてを行ってくださいと祈られた、その主であります。 What was in the cup? このカップの中には何があったのでしょうか。 I remember a few years back, I went to Malaysia to a conference there. マレーシアに、Dr. Jonathan David. デビッド博士のですね、この、そのあれですね、マレーシアのカンファレンスに行った時のことです。And we went to one of these restaurants outside. そのマレーシア、so a lot of small restaurants in Malaysia. マレーシアにですね。Takeshi-san knows he went with us once. Takeshi-san もね、行かれたんですね。その小さいレストランがあるんですか、そのカンファレンスのね、そこにね。So people just go in the mornings for breakfast and in the afternoon for lunch and evening. Because in Malaysia, I think like in Singapore as well, and I don't know Taiwan, people don't cook in their houses. インドネシアやマレーシア、台湾は分からないですけど、お家でね、あまり料理しないんですね、人々がね。それでむしろですね、パッと外出ていて食べるっていう、レストランで食べるっていう習慣があるみたいなんですよ。It's so convenient to go、まあ、
何でも食べられる。どこでも食べられる。シンプルな安い食べ物が食べられるということで、まあ昼も朝もですね、夜もとにかく出て行ってみんな食べてたんですね。 I remember one lady, we were part of a group, and one lady from South Africa, we went together to go and have some coffee and breakfast. ある南アフリカから来ていた女性の方がいて、その方がグループにいたんですけど、一緒に朝ごはんを食べに行ったんです。 And she said, "Oh, I want a cacao." ココア。私はホットチョコレートね、ココアが欲しいですって、まあそのレストランの人に頼んだんですね。 And then the guy brought the cup. そしたらそのウェイターの人が持ってきました。 But the cup was very dirty. しかしですね、そのコップが汚れていたんです。まあ、ちゃんと洗えてなかったのかな。ココアがもうなんかこう、食べている跡があるみたいなコップだったんです。その運んできた方の爪の間には泥がついていた。 その時に南アフリカのその女性はですね、まあ顔を歪ませたわけです。その体験があったあとはですね、彼女は一度もレストランには行かなかった。スーパーマーケットでなんかパンとかを買って食べていたんですね。そのカップを受け取れなかった。 皆さんもどうでしょうか。そんなところでね、きっとね、カップが受け取れないと思いますね。 Think about Jesus' cup. しかしイエス様のカップとはどのようなカップだったのでしょうか。 And then I listened to a testimony of Leonard Ravenhill. I don't know, he's a revivalist, very old revivalist, long time ago. I think he's dead now. レネット・レイヴァンヒルさんっていう方がいるんですね。 その方はある時貧しいなんか村を訪れたんです。 ある女性が牧師さんと言ったんです。 あなたは牧師さんですね。 はい、そうです。 あなたの教会に行きたいんです。 But I don't do good and I'm poor, so I always sit at the back and I leave earlier as well. あなたの教会にね、私は行ったんですけど、いつもね、行ってるんですけど、いつも私は汚い格好してるし、ね、貧しいので、一番後ろでちょこっとね、見て、それですぐに帰るんですって。 And he said, come to my house, come have a cup of tea. そしたらですね、彼はですね、いや、私の家に来て、一緒にお茶でも飲みましょうと誘ってあげたんです。 I don't have time. あ、彼女が言ったんですね。彼女がお茶に私のところに来て飲まないかって言ったんですけど、牧師さんは答えたんですね。私はちょっと忙しくてね、今無理なんですと。あなたは、私はあなたにとっては、もちろん貧しいから、来たくないんでしょう。 そう言われた牧師さんは、いや、じゃあ行きますって言ったんです。お皿とかは全然洗ってない。すごく匂いがする。で、彼女は、しかし、ここにどうぞとおかけくださいというわけです。で、私は、 私はお茶を用意しますって言ったんですけど、キッチンがあるわけではなくて、もうすべてのものがその一部屋の中に全部あるんですね。だからお茶を用意しますっていう時にはそこにあるんですもん。私はブラックティーしかないんですけど、と。汚いそのシンクのところに行って、 そしてカップを持ってきて、そこに置いたんです。で、その、もう本当に汚いのが見てわかるようなカップだったんです。そこにパンがあるんですけど、そのパンはね、カップでね、色々なっているようなパンがあるんです。そのカップの内側はすっごく汚い。
で、まあ、まあ、それまでの、前に飲んだ飲み物の、その乾いたのがそこにこぶりついている。しかしそこに彼女はお茶を注いだんです。彼は思ったんです、心の中で。ああ、絶対飲めない、こんなって。しかし神様は言われたんです。Take it. 飲みなさいと。Drink it. 飲みなさいと。その時に、そのゲッセメネのことを神様は思い出させられたんです。私たちはそのような汚いカップでお茶を飲みたいなどと思いません。そうですよね。弟子たちは飲めると言ったんです。このカップ飲めると言ったんです。本当に飲めるんですか？私たちはこの福音、どのような福音に私たちは召されているのでしょうか？キリストについていくとはどういうことなのでしょうか？そのカップを。そのカップの中に。イエス・キリストがどのようなお方かまず見なければいけません。Holy. 聖なる方です。The righteousness of God. 義なる方。神の義である方です。God himself. 神ご自身であるお方が。No sin, no lie, no darkness. 闇のない。彼のうちには何にもなかった。And he had to take the cup. しかし彼はその杯を取らなければいけない。drink it. そして飲まなければいけない。Not look at it. Not look at it only. それをただ見るだけではなく。Not touch it only. ただ触るだけではなく。But drink it. 飲まなければいけなかった。Take it inside of him. 彼自身の中に全部入れなければいけなかった。We know what happens with poison. 毒を飲んだ時に何が起こるか私たちは知っています。We know what will happen when you have allergy and you take.何かアレルギー反応があるものをあなたの体の中に入れたら、もちろん体は拒否して何が起こるか分かりますね。He took that cup. しかしイエス・キリストはそのカップを取られたんです。My sin. 私の罪を。The sin of my past. 私の過去の罪。The sin of my now and the sin of my future. 私の未来の罪を全部。私の罪だけではありません。全世界の罪を飲まれたのです。The most gross sin. 最も醜いその罪も。He took it. 彼はすべてを飲んでくださった。And he drank it. で、それを取って飲んだ。And as he downed it. 彼がそれを飲んだときに、he became sin. 彼は罪となったと聖書にあるのです。彼は私たちの身代わりとなり十字架で死なれました。 So that we can live. そのようにして私たちが生きるために、 He took it. 私たちが生きていくことができる、生きるために彼はそれを受け取られたのです。 He drank it. そして飲んだんです。 And then he said, follow me. そして主は言われました、ついてきなさい。 Take up your cross and follow me. 私についていきたいと思うものは自分の十字架を背負い、私についていきなさい。私たちはすぐにですね、受け取れない、嫌になることがいっぱいあります。私たちの人生の中で。これは私のことを言っています。And God, wrath, you know that the wrath and the punishment of God in that.その杯とはまた何だったのでしょうか。そこには神の御怒りが入っていたのです。 Because sin must be punished. なぜならば罪は裁かれなければいけないものだからです。 And he took that cup to please the
father. その罪をイエス様は受け取られました。 父なる神様の喜びがそこにあるからです。しかし、その罪は死を垂らします。ですから、イエス・キリスト様は死ななければいけなかったのです。私たちのために罪となられるために。 私たちは知っています。犯罪者のとしてイエス様は数えられたのです。この義人である、この栄光に満ちた方が、神の御子であるからが、犯罪者として裁かれたのです。それは私たちが自由を得るため。 Do you know what Jesus said to the Pharisees? Yes, Mama. The Pharisees told him. He said, "You clean the outside of the cup, but the inside is full of dead, rotten bones." あなたは白い墓のようだ。周りは綺麗だけど、中は腐った、その汚い汚れたものがいっぱいあると。 He also drank that. しかし、 Yes, Mama. それさえも飲まれたのです。 And he died. そして死なれました。 And he said, "It's finished." そして終わ完了したと言われたのです。そしてキリストが死なれた時に私たちも共に死んだのです。キリストが蘇られた時に私たちも蘇ったのです。私たちは今生かされています。私たちは今生かされています。 彼が成してくださったことのゆえにそうなのです。イエス・キリストは生きておられます。イエス様はヨハネの福音書11章でこう言われました。私は蘇りであり命ですと。イエス様は罪と死を打ち破られたのです。一日だけではありません。 永遠にそれらに打ち勝ったのです。カルバリは一日一日にして起きた。なんという偉大な神様に私たちは仕えられているんでしょうか。聖書の中にはたくさんの この復活の証があります。そしてこの復活の証があります。この証というのは最後の復活に向かっているのです。ある世代について言うならば、彼らは死なないで天国に行く世代なんです。 彼らの体において生きている時に死を体験しないで天に上げられる世代が来ようとしているのです。アメン。アメン。エノクは天に上げられました。ある日彼はいなくなった。神が彼を取られた。ある時彼は歩んでいると、いなくなった。 There is a generation. ある世代. And they gonna show up in this earth. その世代は必ず地球上に現れるんです。 Conquer the last enemy. 最後の敵である死を打ち破る世代が現れるんです。 Sin is conquered. なぜなら罪はもうすでに処罰されたからです。 But death will be conquered too. しかし死もやがて 飲み込まれるのです。 Amen. Now in Genesis 1 verse 2, the Bible says that the earth was void and formless and dark. 創世記の1章2節、地は無垢としていて何もなかったという言葉があります。 And then God speak. その時神様はそこに語られました。 And as he speaks, 神様が語られた後に things come alive. いろいろなものが創造されたのです。 That is resurrection. これはまず初めの復活のようなものです。The
word of God is alive. 神の言葉が生きている上に And it can bring resurrection. 復活をもたらすんです。And life. 命をもたらすのです。私たちの状況に命をもたらすのです。No matter what you speak, あなたが何を語ろうと、choose to speak the word of God. まず語ることは神の言葉でなければいけません。Yeah. アーメン。So in Genesis 2 verse 7, 創世記の2章7節には、God for man. 神様は人を作られたとあります。共に読みたいと思います。創世記の2章7節。Now it says that God formed of the dust from the ground and breathed into his nostrils and breathed breath of life and man became a living being.その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。Amen. アーメン。Something dead. 死んでいたものが、just soil. 土であったものが、God breathed into it. 生き物となったのです。神様の息によって、His breath. 神様の息によって、and it become alive. 生き物と生きるものとなったのです。So this is the same that when Jesus went up into the heavens, イエス様は天に上げられて、He breathed over his disciples. 上げられる前に弟子たちに息を吹きかけたとあります。They come alive. 彼らは生き物となったのです。God brought them out from where they were into a new state. 彼らがいたそのところから新しい次元へと弟子たちを引き上げられたのです。ですからあなたは祈るときに神様私に息を吹きかけてくださいと祈ってください。私のうちに死んでいるものがあるならばあなたの息を吹きかけてください。神の息で私に触れてください。この状況にあなたの息を吹きかけてください。この希望のない状況にあなたの息を吹きかけてください。この希望のない状況にあなたの息を吹きかけてください。復活が起こるのです。ナルニアをという映画がありますけど、それを見るならば、その魔女がですね、雪の魔女ですか、その魔女は、すべてのものを凍らして、息のない、もう銅像、凍った像にしてしまうんですね。しかし最後に、アスランが来て歩いたら、彼はその、王は、息を吹きかけていくんですね。そうすると、すべての死んでいたものが蘇るんです。呪いが打ち砕かれたのです。彼らは復活し、回復したのです。ハレルヤ。ハレルヤ。Holy Spirit, 聖霊様は私に息を吹きかけてください。私に息を吹きかけてください。息を吹きかけてください。そして人は生き物となったとあります。ハレルヤ。私が受け継ぐものはこういうものですと確信を持ちます。So in the next picture is in 第二列王記の四章。The prophet Elisha. エリアの証です。Elisha. エリシャの証です。Yeah. Now the boy died. 男の子が死んで。And he went to revive the boy. 彼、エリシャはその彼をその男の子を蘇らすために家に向かうんです。Yeah.第二列王記の四章。Yeah, verse 32. 32節。When Elisha came into the house, behold, the lad was dead, and he lay on the bed. So he entered and shut the door behind him. They both and prayed to the Lord. エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、寝台の上に横たわっていた。33節。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって主に祈った。And he went up and lay on the child and put his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, his hands on his hands, and he stepped down on him and the flesh of the child became warm and he returned to life. 34節、それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、
自分の両手を子供の両手の上に重ねて子供の上に身をかがめると子供の体が温かくなってきた。35節、それから彼は降りて部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり子供の上に身をかがめると子供は7回くしゃみをして目を開いた。アメン。アメン。わあ。This child was a promised child. この子は約束の子供でした。This child died. しかしこの子が亡くなった。And the prophet gave it back to the mother. しかし預言者は超自然的、超自然的な奇跡を通してこの、亡くなった男の子をお母さんに生きて返させた、返したのです。Amen. A resurrection. 復活の証です。Hope returned to this mother. 希望が、命がこのお母さんにまたこの家に戻ってきたんです。Because why? なぜでしょう。When she had a problem. 彼女が問題が起きた時に、she knew where to go. 彼女はどこに行くべきか分かったからです。She go back to the place where she got the promise. 彼女は自分が約束を受け取った一番最初のところに戻っていったのです。She didn't turn to other resources. She didn't turn to other ways. She go back from where life came in from the beginning. 他のところに戻っていったのでもなく、他の方法を求めたのでもなかったのです。彼女がその約束を受け取った一番初めのところに戻っていったのです。Amen.Do not go here and there. あっちへ、あちらへ行ったり、こちらへ行ったりする必要はないです。まずは、その約束をあなたはどこで受け取ったのでしょうか。Return to that place. その場所に戻っていくのです。And life will come back. そうするならば、命がまた回復するのです。Amen. Amen. We wanna, when things go wrong, we wanna run everywhere.もうなんか物事がうまくいかなくなると私たちは慌てていろんな方法で試したりします。 God said, I gave it, return to me. しかし神様は言われます。私があなたに与えたのではなかったのか、あなたはそれを私の元に持ってきなさいと。アメン。 And then the next picture is, you know, Sarah. Sarah couldn't have children. She was dead in a womb. Abram as well. He was dead in his body. Romans 4 verse 19.ローマの4章、そして19節ですね。サラは神様に、その、胎を回復してもらいました。ローマの4章の19節。 Without becoming weak in faith, he contemplated his own body now good as dead since he was about 100 years old and the deadness of Sarah's womb. Yet with respect to the promise of God,He did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. 19節から、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同様であることと、サラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。Amen. Verse 21, and being fully assured that what God has promised, he was able to perform it. This is again that song this morning, God is able. 21節、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。God is able, right? 神様はできるのです。できるお方です。Amen. 私たちは神に信頼します。Amen. But if it's dead, God gives his life to it.何か死んでいる部分がもし今日あるならば、神様はそこに命を与えることができるんです。アメン。私は信じます。アメン。アロンの杖、民数記の17章の8節。アロンの杖、But it is Aaron's staff because there was an argument, there was a complaining, and Aaron's staff started to budge. あのその時にですね、その杖はただの、何の変哲もない杖でした。それはその、この、族長を証しする、杖ではあったんですが、族長たちがですね、みんなですね、このアロンも含めてですね、こうまああの。文句をね、こう
言い立てた時にアロンの杖から奇跡が起こり目が生え、実が実り、花が咲いたのです。 a normal stick that there's no life in it. その杖には もはや命もない。 appeared, しかし奇跡が起こったのです。その死んだはずの杖、死んでいるもね、命のない杖に命が宿ったんです。 Amen. You don't need to try to prove yourself. 皆さん、God will perform a miracle. まずは will elevate you. 自分自身をあなたは above those complain against you. あなたを認めない人たちに証明する必要はないのです。なぜならば神ご自身があなたにその命を与え示されるからなのです。アーメン。Look then. All complaining have to stop. 多くの人がこのアロンの、このをね批判したんです。しかし、その杖の中でアロンの杖に命が宿ったときに、人々のその不満は止まったのです。Because God, I chose this person. なぜなら神様が私が彼を選んだということを明らかにされたからです。But there is also resurrection life. これも復活の命の証です。神が触るものは何でも必ず復活をします。神様が指を刺されるならば、それは復活し生き返るのです。ですから皆さん、こう祈るべきです。どうぞ主よ、私に触れてください。ハレルヤ。ハレルヤ。アーメン、ハレルヤ。New life. 新しい命。Jesus says, I come to give life. 私は、life in abundant. 私は命を与えるために来た。命を豊かに保つためであると言われました。Ezekiel 37. We all know Ezekiel 37. そして、エゼキエル書の37章。皆さんご存知ですね。The whole belly of dry bones. 乾いた骨が、骨骨が。乾いた骨骨がその谷にいっぱいあったんです。しかし予言と従順が全ての骨を一つにし、そして大軍勢として肉がついて生き返り、大軍勢として起き上がったとあるんです。アメン。予言を軽んじてはいけません。予言を軽んじてはいけないと聖書に書いてあります。命をもたらすのです。もしも信じないならば言わなければいいのです。黙っていればいいのです。言うならばあなたの人生を、邪魔してしまうものになるからです。予言は今日もあるのです。そして私たちの現状に、命を与える言葉なのです。あなたは予言者を信じ勝利を得なさいと聖書の中の御言葉でもはっきり書いてあります。最近のフランスのニュース見ましたか？皆さん、フランスの、ね、ためにね、いろいろな国々の、ね、人たちがフランスのために祈りましょうというふうに立ち上がっています。そしてフランスの敵がですね、フランスに攻めてきて、フランスに火を投げつけようとしている、そのようなことをね、阻止するために私たちはフランスのために取りなしましょうと多くの人がね、立ち上がって祈り始めています。覚えてますか？何週間か前にですね、フランスのために祈りなさいという予言が与えられました。それ3週間ぐらい前ですね。祈りなさいと、私たちは何だろうって思いました。その時なんでそんなことのために祈る、フランスのためなんだろうと思いました。しかし今朝ですね、今朝ですね、しかし、このニュースでですね、フランスのことが、ね、出てました。
そして多くの、預言的な、そのリーダーたちがですね、フランスのために祈りましょうとね、言い始めています。Amen. So God shows us things. Sometimes we don't understand. 私たちは、私たちはね、時々示されたとき、なぜかってわからないことがあります。しかし、それに従っていくことが大切なんです。そして命がそこに解き放たれるのです。命が命を語ってください。あなたの口には、下にはですね、命と死が支配されていると聖書に書いてあります。ですから、どんなことがあっても、あなたは命を選んで語らなければいけません。その現実がもう現実があまりにも明らかでひどい状態だったとしても、あの骨はもう全くもうカラッカラに干からびていて絶対無理だっていうような状態だったとしても、まあ口、もし私が口でいやこれは不可能だと言ったら、しかし神様が、それはね、神様。神様はですね、徐々にその言葉をエゼキエルに伝えているんですね。それは、こう語り合いがあったんです。そしてエゼキエルにまずこれを言いなさい。次にこれを言いなさい。次にこれを言いなさいと。ステップバイステップでそれをエゼキエルが従順に語っていったら、それが起こっていったんです。 Sometimes prophecy works step by step. As you prophesy this, the next thing appears. As you prophesy, the next is step by step. 時に私たちが神様から与えられる予言も同じようですね、段階があるのです。まずはこれを語りなさいと言われて従順に語ります。そうすると次の御言葉が与えられて、これを語りなさいと言われるわけです。アメン。 Like what you said, Takisan, I believe that if you want to know the plans of God,神様はですね、神の計画を知りなさいという、ね、言葉を、ね、今朝、くださいましたけども、まずは神様が言われていることをやりましょう。神様が言われていることをやっていくならば、それが神様の奇跡や神様の計画が皆さんに開かれていくからです。 I think if God may tell EzekielI'm gonna raise up an army. Your mind, how would this bone go to that bone? It looks impossible for things to come together. But as he prophesied, things come together. Things come together, and a big army arises.エゼキエルはですね、この干からびた骨に予言せよと言われたときに、ね、どうやってこれがくっつくんだろうって、ね、思ったかもしれないんです。しかし神様に言われたことをそのまま口に出して予言をしたんです。そうするとそういうふうになっていった。ですから神様がくださったちっちゃいことに従順に従ってください。そうするならばそれがだんだんと立て上げられていき、身を実らしていくでしょう。Then the story of Jonah, ヨナの証。And Jonah was also a sign of Christ's resurrection. ヨナは復活のイエス・キリストの復活のこの印でありました。Three days in the belly of a fish. 魚の中に、魚の中でですね、三晩彼は、過ごしたのです。そして3日目によみがえって、こう魚から出されて口から出てですね、その新しい神様のオリジナルのもともとあった計画へと彼を戻したのです。アメン。私たちはこの復活が必要なんです。神様のマップに、その復活というのは私たちのマップではなくて、神様のマップに私たちを戻してくれるものです。Yes. Amen. So Jonah is also a sign of Christ's resurrection. ヨナはキリストの復活の、印であります。You can read it in Matthew 12. それはマタイの12章。From 38 to 41. 38節から41節に書いてあります。In Mark 8 verse 12. マルコの8章12節にもあります。Then in the New Testament is Lazarus' resurrection. We know in John 11, Lazarus' resurrection. He was dead for a few days, and Christ came and called him out of death. そしてラザロの復活、ヨハネの福音書11章、イ
イエス様がラザロが数日もね死んでいたのですが、そうラザロを蘇らせました。全く不可能な状況だったんです。もう死んで匂いもするそのような時期でした。しかしイエス様はラザロの名前を呼んだのです。ラザロは墓から出てきたのです。弟子たちはこの包帯をね解いてあげました。アメン。その腐ったような肉がですね、どのようにして生き返るのか。これは神の栄光によらなければできないのです。神の新しい命、キリストの命が腐った肉も生き生きと蘇らすことができるのです。神の栄光のみが、神の臨在のみが、それを成すのです。アフリカでは本当に死んだ方がですね、もう何日も死んだ方がよみがえるという奇跡が起こっています。それを通してですね、ただそれだけじゃなくて、それを見た人たちが、神の栄光を見た人たちがですね、をたくさんイエス様を救い主として受け入れ、主のもとに来ているんです。神様が、神様はご自身の栄光を表すためにわざと事柄を遅らすことがあるのです。しかし本当は遅れてなんかいないんです。イエス様は遅く来たように思えたけれども、それは神の栄光を表すためだったのです。アメン。We have to believe in miracles, people. 私たちは本当に奇跡を信じなければいけません。Now, if you know Amy McPherson, I know you know Catherine Kuhlman, right? カサリ・クーマンとかね。But you know Amy McPherson. エミ・マクファーソンという方です。She was also a revivalist. 彼女もリバイバリストとして用いられたんですが。They took buses of people to her meetings. もうバスをですね、たくさんチャーターして、彼女のミーティングに人々は行きました。But one day in the bus, しかし、バスの中でミーティングに行く途中のバスが、one nine-year-old child, girl, got a big, leg was like an elephant leg. その少女がですね、もうがんでに侵されていて、足がですね、パンパンにね、もう象の足のように膨れてしまっていた。As they go to the meeting, ミーティングに進む行く途中に、彼らはバスの中で賛美し礼拝をしたんです。In the bus, そのバスの中で、on the way, それミーティングに行く途中に、彼女の足は完全に癒されたのです。No amens, but it's true. 本当の話ですよ。Possible. そして可能なんです、神様には。The coming glory.やがて来ようとしている神様の栄光は、私たちはいつもいつもやがて来るやがて来るって言っていてはいけないのです。今この世代がその栄光を体験するのです。奇跡は必ず起こるのです。人誰かがいるからではないのです。イエス・キリストが私たちと共にいるゆえに奇跡は起こるのです。考えてみてください。ミーティングでわーわーってね、みんなでミーティングについてからではないのですよ。バスで向かう途中に癒しが起こったのです。手がなかった人の手が伸びるという奇跡が起こりました。New organ.そして失われていた臓器が新しく創造されるという奇跡も起こっています。足の中に埋められていたその、ね、手術で埋められていた、ね、ネジや、この金具がなくなるという奇跡が起こっています。 Really? 本当ですか。 If Lazarus could be raised from the dead, 皆さんでも考えてみてください。ラザロが蘇ったならば、私たちは聖書を信じているのか。私たちを信じる信仰があるんです。神が私たちに信仰の賜物をイエス・キリストの皆によって与えてくださいますように。アメン。乾いた、干からびた骨です。干からびた骨がよみがえる。
もし私たちがそれを信じているならば、Then we must believe in miracle. 私たちは奇跡を信じるべきではないでしょう。 You know, every time Catherine Kuhlman started a meeting, キャサリン・クーマンさんという方がミーティングを始める前に、She always said, I believe in miracle. 彼女はいつもこう言ってました。私は奇跡を信じます。We had to confess it. 私たちはそれを告白するべきです。私たちは今日今朝ね、歌でね、あのドレッドが歌った歌で聞きましたね。Yes. 私は神様は奇跡をなさります、これからなされます、私は信じますと、こういう歌詞でした。アーメン。Now, and then there's the in Luke 7.そして、ナインの町のヤモメの息子のよみがえりです。ルカの7章11節から17節。You know, the funeral came, they were on the funeral, and then Jesus came from the other side, and the funeral came from the other side, and they meet together.そのお葬式をしている人たちの群衆がですね、向こうから来て、でイエス様の群衆がこっちから来たんです。このメッセージをねしたことありますけれども、イエス様はその棺桶を触ったんです。もう彼女にとってはですね、この息子さんがもう未来だったんでしょう。大切な息子さんだったはずです。イエス様はその息子さんを棺桶の中から蘇らせたのです。その状況をひっくり返されたのです。悲しみが喜びに変わったのです。皆さん、私たちは口に出して語らなければいけません。一つの証をします。私の聖書学校でリーダーたちが、その夫人の、ご主人は、ね、使徒的な働きがあって、ナイジェリアの方に、奉仕のために行きました。ある、人たちがですね、教会の中の人たちが夢を見たんです。それはナイジェリアでこの牧師さんに誰かが毒を盛る夢でした。そしてすぐに電話をしたんです。私夢を見ました。誰かがその、あなたのご主人に毒を盛ろうとしています。それからしばらくして、彼はですね、死んでしまったんです。そしてもう、その電話が、ね、あった時にはもうね、奥さんはですか、あなたの旦那さんは申し訳ないですが、もう、ね、亡くなりますよ。南アフリカに、ね、そのお体を、ね、戻します。ですから、あなたの家族に、あなたの子供たちに、ね、彼は死ぬと伝えてください。準備してください。病院に行くと、で病院に行ったんですね。そしたらもうその病院に着いた時にはもう彼は息を吹き取っていたんです。しかし彼女は言ったんです。ノーとね。そして彼女は行って、彼女は彼の上に乗って、マッサージを始めて、預言し祈ったんです。なぜなら彼女も預言者だったからですね。だから彼女も命を宣言し始めました。毎回毎回口で言ったんです。彼は蘇りました。しかし違うことが起こったんです。息子が来て、娘が来て、この息子娘がですね、カーテンを、手カーテン、待つところで、そこでカーテンを閉めて、そこに霊的な戦いをですね、そのところで実はね、していたんですね。そして予言をしていたんです。で、他のことが起こりました。予言して、彼は今、元気にしています。アーメン。アーメン。Because
ambulance didn't want to take him when he was like very sick. ambulance wanted to take him because they didn't have money that moment when they got him. He didn't have money. There was no money. The ambulance didn't want to take him to the hospital. 彼はお金を持ってなかったので、南アフリカだとその救急車に乗せてもらえなかったんですね。もうそういう状、そういうひどいもう健康状態だったので、その時は乗せてもらえなかったんです。しかし、ヒンズー教の女性がですね、お金をその時に払ってくれて病院に連れてきてくださったそうです。これも奇跡ですね。アーメン。私たちは私たちの口に命と死が支配されているということを知っておかなければいけません。神の言葉を口にいただかなければいけないのです。そして語るのです。その彼は今も生きています。そしてまた、そのアフリカに旅に行こうとしているのです。続けているのです。彼は神様の御声を聞いてもちろんアフリカに、ね、行こうとしているのですね。アメン。Then the 12th, the daughter, the little girl of Jairus' daughter, Jesus raised her also from the dead. そして、ヤイロの娘さん、これもこの子もイエス様が呼び鳴らせました。もう彼女は亡くなったから先生を忘らせてはいけない。もう死んだんだ。しかしイエス様は言ったのです。人々を追い出してそのご両親とそしてイエス様、そして彼女のがタリタクミと娘を立ちなさいと言って起こしたんです。彼女は不信仰を持った人たちを全員外に出したんです。なぜなら彼女は死んだ死んだって泣き叫ぶのを知ってたんです。しかしイエス様は言いました。彼女は寝ているだけだと。外に出させたんです。そして信仰だけをそこに持っていく。その部屋に信仰だけがある必要があったんです。アーメン。私たちは全ての疑いを取り除いて、神様の計画に逆らう全ての疑いを取り除いて、それで語らせていただきます。イエス・キリストの名によって彼女は蘇りました。彼女は死から蘇ったのです。アーメン。イエス様、イエス様の復活、もちろんそのイエス様の復活ですが、イエス様の復活だけではなく、いろんな人が復活されたのです。復活自体がイエス様のミニストリーであったのです。そしてしかし新約聖書だけじゃなくて旧約聖書でも復活が起こっているのです。もう聖書の初めから終わりまで復活の力を見ることができるんです。そして今私たちにもその復活の力が与えられているのです。マルコの福音書では誰、主イエスを信じる者は病の人に手を置くならば癒される、そして死人を蘇らせる、それよりも言っています。ですからこれからですね、終わりの時代になっていくと、もっともっと死者の復活の奇跡が行われていくでしょう。イエス・キリストの皆によって宣言します。生きなさい、もうよみがえりなさい、生きなさい。彼らに語るとよみがえるのです。ハレルヤ、ハレルヤ。お葬式が喜びの場所に変わるんです。あのナインの町の、あのヤモメの悲しみは喜びに変わったように、皆さんは信じますか？信じます。皆さん、死を打ち破る世代が
やがて現れます。しかしその世代の前にまずはたくさんの復活の奇跡が明かしされなければいけないのです。スミス・ウィグルフォースさん、その人の、奥様も亡くなったそうです。しかし彼女を使い、生きなさい、生き返りなさいと言ったんです。そして生き返ったのです。しかし彼女はこう言ったそうです。ああ、私は行きたかったのに天国にと。しかしその後に彼女は、私は行きたいって言って天国に本当にその後は亡くなられたんです。天国のね味わを味わってしまってもうねもうやっぱりこの地上に戻ってきたくないと思って行かれる方もいるんです。ある人なんですけど、トラック。ブルース・ファナタさんという人がいますね。やがていつかね、ここにも来てもらいたいなと思ってます。トラックの下で働いてた人なんですね。しかし何かトラックの部分がこう彼にねボーンと落ちてきたみたいです。だから2つにねお腹をねこう切断されてしまった。Life went out of it. もちろん命はねその時点で即死です。しかしそこに一人のパラメディック一人の方がいてそこに。And this girl's prayed.救急隊の方が来て、で彼女はしかし祈ったんです。生きなさい、生き返りなさいと。そしたら彼が生き返ったんです。そしてまた生き返りなさいと言った後にまた死んだんですけど、また戻りなさい、あなた息子娘いるでしょう、奥さんもいるでしょう。また戻りました。また亡くなったんです。彼女はすごく救われたばっかりの人だったんですよ。だけど生き返りなさいと何度も言ったんです。最後に彼は戻ってきたんです。そして神様は奇跡によって全ての内臓の部分も全ての部分を癒したんです。壊れた部分を全部癒してくださった。癒してくださったんです。 If you want to hear all the stories, go and listen to Henry Gruber's testimony. またヘンドリー・グルーパーさんの証を聞いてください。彼は死んで、またね、蘇って、ね、天国を体験してから蘇ったって証をしてます。Yes. Amen. Amen. Now, Andrew, I'd ask Andrew to mail Bruce Fernanda. In the future, we hope he will come. But we mailed him, we said, please, we want you to come and we hope you can come in the future.このブルース・ナラタさんに来ます。私たちの日本にも、ね、来てくださいね、話しに来てください。東京に知り合いがいるのかな。それでアンディさんが彼宛てに、ね、メールをしてもらっています。いつか、ね、彼が来てくれることを信じてますけど、彼はそういう証を持っている人はその恵みを解き放つ、分与する、恵みを神様からいただいています。私たちが招く、ね、ここに来てですね、メッセージを、ね、してくださるというのは、ただですね、いい話を聞く、メッセージを聞くってだけではないんです。彼らの上にある恵みが私たち一人一人の人生に解き放たれて、私たちもそれを受け取っていくということなんです。So they said to Jesus, don't come. Jesus went, the girl is raised from the dead, and the family rejoiced, the daughter of Jairus, はい。そして、その不信仰の人たちを出してからですね、イエス様はですね、こう蘇らせた、ヤイロの、娘さんを蘇らせた、その証を、今しました。And then we have Jesus resurrection. そして、イエス様の復活。
After there was also resurrection, Paul raised the boy who fell from the window. その後ももちろん復活の話はいろいろ出てきます。パウロの話を聞いてた少年がですね、青年が、屋上から落ちてですね、死んだんですけど、パウロは彼を蘇らせたんです。ミーティングの中でパウロは彼を蘇らせた。今、復活が現実であるということを皆さんに証しするために、この聖書の中の証、さまざまな証をしています。私たちの聖書学校では、どのように洗礼を人々に授けるかという練習をするんですね。進学生たちが。ある、ポルトガル人の人、その女性を、洗礼に洗礼授けるというのをやってたんですね。こんな感じの。彼女がこういうふうに水の中に入ったとき、彼女がこういうふうに降りたときに、彼が支えることを、ね、しなかったんですね。間違ってしなかった。そしたら頭を、ね、強く打ってしまった。そして彼女は亡くなったんです。そしてしかしシンガポールのリーダーが来て祈ったんです。よみがえりました。彼女の証はね、レコーディングされてるんですけど、その時に彼女は天国に行ってるんです。そして天国から戻ってきたという証です。まあその、would you say like a terrible things like if that's happened? もし彼女がね、本当に死んで、ね、死んだんですけど、蘇ったので良かったんですけど、死んだままだったら例えば警察が来ていろんな大変なことになってたと思いますね。進学校はね。だけれども彼女の本当に証は、ね、あるんです。テープでレコードしてる。I give you these pictures. なんで私はここでこの復活の証をいっぱいしてるんでしょうか。それは一つです。神には不可能なことがないのです。神には難しいことが一つもないのです。神は全ての状況の中で、私たちの状況の中で生きておられます。神よ、あなたには難しいことが一つもない。あなたには全てのことができる。これが今朝の歌でした。ハレルヤ。ですから皆さん、この真理をしっかりと握って信じてください。この、ヘブル書の6章にはですね、初歩の教えというのが載っています。その中の一つは、死者のよみがえり。それは基本的なクリスチャンにとっての初歩の教えなのです。 Yes. 私たちの土台なのです。 Like baptizing water? 洗礼の教えもそうです。 Resurrection is just like that. 死者のよみがえりもそれと全く同じように大切な土台なのです。 It's part of DNA. 私たちの DNA であるんです。 Because I was dead. なぜなら私は死んでいたのに、 But now I'm alive. 今神にあって生きているからです。キリストにあって生きているからです。 Yes. 私は新しい創造とされた。復活の力にあって、イエス・キリストの復活の力にあって、yes. キリストを死者の中から蘇らせた方の御霊が私のうちに、ね、生きておられます。そして死ぬべき体をも生かしてくださいと。最後に黙示録の一章十八節を読んで終わりにしたいと思います。Let us remember from 17 and 18 love clear.
Revelation 1:17 and 18. 1 章の17節から18節、みんなで読んでいきましょう。この時にあの子供たちを読んでいきましょう。When I saw him, I fell at his feet. I will first read it, then we can read it together. When I saw him, I fell at his feet like a dead man. And he placed his right hand on me, saying, Do not be afraid. I am the first and the last and the living one. I was dead. And behold, I am alive forevermore. And I have the keys of death and of Hades. Let's read together. では、17節、18節を声に出して読んでいきましょう。3、はい。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。アーメン。Father God, thank you for Jesus Christ, our Lord. 父なる神様、イエス・キリスト様を感謝いたします。主イエスはアルファであり、オメガであることを感謝いたします。始まりであり、終わりであることを感謝いたします。Father, we thank you that Jesus is alive. 主なる神様、イエス様はよみがえり、生きておられることを感謝いたします。Thank you that you have been given the keys of death and Hades. そして死とハデスとの鍵を持っておられる方であることを感謝いたします。 We rejoice in your life this morning. 今朝、主よ、あなたの命を喜びます。 You are the living one. あなたこそ生ける神。 And we celebrate your life. 私たちはあなたの命を喜び楽しみます。 And your goodness to us. あなたを喜び楽しみます。 Thank you, Jesus. 主イエスよ感謝いたします。 Thank you, Jesus. 主イエスよ感謝いたします。 Amen. Amen.